ここにもあるから2面だけじゃなくてね3面あって、しかもこうちょっと斜めに切ってあるところなのでかなり明かりが入ってきます。この雨の日でも明るいなって感じがする。そしてLEDライトがまたムーディーな感じを演出してくれて、あとなぜかここカットされてるんですよ、ね、この辺のデザインがすごい、ね、おしゃれ。ミリミリランド、はい、こちらねタコスさんのトレーラーでミニエというタイプですね、はい、かわいい、なかなか見ないので丸っこい感じでかわいいですね。前がね、室外機がドーンって入ってるんだよね。あ、すごい、室外機が置いてある。もうこれ絶対中にクーラーあるでしょうという期待が、うん、はい、で、ここ外部充電今つないでますね、ここで、このラインが色がかわいい。そうですね、うん、すごい素敵でね、ここに大きめの窓がついていて、で、ここはねマルチルームなのかなって、あ、で、ここにね、ミニエって書いてあります、はい、なんかチピーみたいな、かわいいマークと一緒だ。で、後ろにもこんな風に窓が開いてるので、中もね、結構明るいんじゃないかなっていう期待が持てますね。はい。で、こちら側にサイドオーニング、今日本当に助かるサイドオーニング。でね、ここにもミミエって書いてありまして、お値段が208万円ですね。タコスさんのものです。ああ、で、大人3人え、これなんだろう、大人4人なのかな、3プラス1になってるんですね。3プラス1括弧第4って書いてありますどういうことだで、車両重量が720なので、牽引免許なくて運べるタイプのものになってます。いいですね。あ、すごい、ここにオプションエアコンサービス中って書いてありますよ。なるほど、嬉しい。で、ここにも窓がついています。だから、ね、結構中が明るいんじゃないかなって感じですね。中ちょっと見てみましょうか。はい、中拝見してみましょう。はい、なんかアミティの室内とめっちゃ似てる。あ、でね、もういいですか、はい、行っちゃって。ここも気になる、なんだろうこれ。はあ、なんか収納になってて、こうちょっと外部電源のやつ入れたりとか、あのつなぐコードですね、入れたりとか、そういうのにちょっと便利そうで、ここにね今もう外のサイドオーニングをちゃんとこうくるくるするポールが取り付けられる場所があります。便利で、ここはね、下駄箱にしてもいいし、なんか物入れにしてもいいですね。そうだね、結構ね、下駄箱にしてはちょっと贅沢な、贅沢贅沢、いいですね。で、ここにライトがこうね、切ってあるので、すごいね、明るい明かりがこっちから来るんですよ。これなんか面白いな。で、ここに2つ口があって、100ボルトの電源が取れるのと、もうね、中に入ってきてここですよ。涼しい、夏涼しい、超嬉しい。はい、で、ここがキッチンスペースになってます。でれんと開きますと、あ、なんか2段になってる。これ珍しいタイプかも。普通シンクって1個じゃないですか、うん、で、ちょっとなんかこう置けるような感じになってる。スポンジとか置きたいですね。いいな。で、結構こちらにも、作業する台があるのと、あとやっぱり窓があるのがめちゃくちゃいいです。で、この窓もちゃんとね、こうやって下ろしてあげると、今網戸着てるじゃないですか、だから風だけ通すこともできれば、夜寝るときはプライベート空間にしたいってなったら、ここね開けてもらってしっかり閉めることができます。いいね。で、ここちょっとした調味料とかね、タタタタタって入れたらかわいいと思う。で、この下ですね、パパン、はい、大きめのこれ20リットルですね。シンクが、はい、入っております。で、排水タンクがここに積まれております。で、じゃあ早速ここも開けちゃいましょうか。でてんと、あ、ここね、さっきそう外から見た時の後ろ側の扉に当たります。マルチルームになっていて、下がですね、水はけできるような形になっているので、あのちょっと濡れたものとかもね、入れられるのかなって感じで、ライトもここにあるので、中も明るく使うことができます。いいですね。あ、で、今もね、換気、ここにね、ベンチレーター、はい、ついてますね、可愛いのが。で、入ってね、ごめんなさい、すぐのところを上振り返ってもらうと、ここにね、コントロールパネルがあるので、ここにあの電気系のコントロールが集約されております。はい、
で、じゃあこちら側行きましょう。あ、これなんかね、大人4人就寝タイプ、標準は大人3人と子供1人っていうことらしいです。で、どっちでも選択が可能ということなので、多分そのお決めになるときに、まあ、どっちにしたいっていうのを選択できますよってことですね。じゃじゃーんと、じゃあ開けてみましょう。あ、ここはですね、ロッカー、うん、クローゼットですね。ちゃんとハンガーをかけられるようになってます。で、中にライトもあるので中のものが取り出しやすいです。作業がしやすい。で、下もデデンと、かなり大きめのね収納になってます。便利です。でね、カバーの感じがすごい優しくて、こういうツルツルでツヤツヤで優しいです。あと表面がこれ見ていただくと分かる通り、この柔らかいピンクのね、こうちょっとなんだろう、チェック柄っぽい感じになっていて、本当にあれだね、 ATZ さんのアミティ、アミティって感じ、似てる。はい、でここはね、あ、かわいい、このここまでちゃんと木枠になっててライティングされてるのと、ここに2つ大きめの、はい、収納ガチッと出てきました。でここでセパレートになってますね、分けられるようになってます。はい、でちゃんとね、今みたいに止まってくれるので、かなりあの使い勝手がいいです。でここにもね、ちょっとした隙間あるので、ちょっと薄いものとかね入れるのが便利かなっていうのと、ここに電源、はい、電子レンジ、電源、冷蔵庫、冷蔵庫はね開けたいですよね、私開けたい、開かない、こっちか、はいはい、こんな感じで大きめの冷蔵庫、ここに2つ大きなペットボトル乗りますし、冷凍室もありますね。そうそうそう、ここに冷凍室もあります。いいですね、非常にいい、座りながらも取れるみたいなね。でここに電気関係来てて、12ボルト2口あるのと、こっちにも100ボルト2口あります。すいません。で今リビングスペースになっていて、結構ね座り心地もいいし、ふかっとしてます。ですごいね、触り心地もよくって、これ全部ベッドになって寝れるっていうのが嬉しいですね。白いよね、はい、でさっきここね窓があるの私気がついてなかったんですけど、ここにもあるから2面だけじゃなくてね3面あって、しかもこうちょっと斜めに切ってあるところなので、かなり明かりが入ってきます。この雨の日でも明るいなって感じます、ね、そしてあの LED ライトがまたムーディーな感じを演出してくると。で、あとなぜかここカットされてるんですよ、ね、この辺のデザインがすごい、ね、おしゃれ。ここにねちょっとしたなんだろう、あのシラフとか置きたいなって今思ったけど、あ、置けるね、ね、寝袋、あ、そう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 、毛布とかもね置けるスペース。でもなんかこのカッティングがすごい綺麗で素敵です。で上にはタコスと、あ、はい、タコス、あ、こっちはねタコスさんって書いてあって、こっちにやっぱり収納と2つね、蓋付きの収納と、ここに超スペースで、向こう側は本当にあの空いてるタイプのもので、ここにライトもね両側についてるので、はい、かなり明るいかなと。あー、なるほど、ここに渡せるんだ。なんか多分ここからここになんか出っ張りあるじゃないですか、はい、多分その、ね、寝るところのオプションもこれがなんか原型かなっていう。そうだね、はい、っていう感じでございます。はい、はい、とても素敵な部屋です。みるみるランド、はい、タコスさんのトレーラーミミーですね、310で、こちらなんですけども、ルームエアコン装備20台限定ということで、日本の道と駐車場にぴったり収まる使いやすいサイズ、本当になんかね見た目がすごいコンパクトで可愛らしい感じのトレーラーですよね。うちも外も可愛く作ってみましたということです。でもちろん普通免許で牽引できますと、牽引免許は不要です。で、はい、こんな感じの外観になってます。はい、まるっとした感じで、はい、ここベッド展開するとこんな感じになります。フラットな空間、かなりねここが広いんですよね。でさらにここにですねベッドマット敷くことによって2段ベッドにも展開できます。であと、はい、エアコンに電子レンジに冷蔵庫、そしてベンチレーターと、結構ね装備もね、揃ってますし、家具もねしっかりと作られています。で、はい、こちらが、リビングモードですね。ダイニング、中央にテーブルで、その周りを囲むようにソファーが配置されていると、こんな感じですね。で標準で大人3人子供1人で、オプションで大人4人タイプも変更できますよと。で、高断熱 FRP パネル、
で標準キャンピング装備がルームエアコン、これが限定20台で、冷蔵庫40リッターとシンク&給排水20リッター、ベンチレーター、フリールームとクローゼット、各種 LED 照明と、で後付けオプションでサイドオーニングで、サイドオーニングなんですけども、こんな感じでですね、サイドオーニングにテントをつけるっていうのもできます。でこのテントなんですけど、タポスさんのホームページ見るとですね、ここにテントルームミミっていうのがあるんですけども、はい、これですね、これを、つけることによって部屋が拡張されると。もう拡張されるって言っても外なので、まあ、寒さとか暑さとかそういうのはね、室内と比べてちょっとありますけども、ただ室内空間増えるっていう意味ではね、すごいいいですよね。はい、こんな感じのサイドオーニングに取り付けるテントっていうのもタコスさんで取り扱いしてるので、まあ、こういうのねつけるとさらにアウトドアで楽しく過ごせるんじゃないかなというふうに思います。というわけで、はい、ミミトレーラー気になるぞという方はタコスさんのページでチェックしてみてください。